一般財団法人ラジオプレスは、主に旧共産権のラジオやテレビ放送を聴取、視聴し、その情報をもとに翻訳、作成した記事を、報道機関や政府に配信する日本の通信社である。電話帳や、過去の出版物では、ラジオプレス通信社とも記載されている。現所在地は、東京都新宿区若松町33の 8R ビル、新宿、職員数は60名程度。 前身は当時日本外務省情報部長査第三課の事務官でアマチュア無線課でもあった川山助秀が東部に1941年12月1日に創設させた外務省ラジオ室である1946年1月21日に認可を得て独立し外務省所管の財団法人になった。この事情から外務省の外閣団体として機能することになり、 冷戦時代は一貫して西側反共陣営についた日本国政府の共産権諸国に対する情報機能を引き受けてきた。独立後は本社は東京都中央区銀座にの2の越後やビル5階とされていたが当時河田町にあった富士テレビジョン社内に移転。河田町時代に資金的に困窮し理事長中田拓郎の引退が迫られて以後理事長は 退職外務省交換の天くり先、ポストとなった。九百九十四年七月九日、朝鮮民主主義人民共和国国家主席であった、金日清の死亡情報を朝鮮中央放送のモニタリングで入手し、各報道機関に配信したことで注目を集めた。金日清死去も、参照二千十一年十二月十九日には、金正日の死去を知らせる特別放送の実施予告も、 いち早く察知し、それまで状況を全く把握できていなかった霞ヶ関の外務省や総理大臣官邸を出し抜いた。詳細は、金正日の国内外への公表及び、金正日市教を参照また、朝鮮民主主義人民共和国組織別人名簿や、ロシアの現況など、独自に編集した名簿や書籍を定期的に出版している。 2012年4月1日に一般財団法人に移行した。機材は高性能、高機能で使用感も高い、いわゆる通信機型受信機を主力とした。日本無線の NRD-535 が多く、13台導入された。録音は聞き直しがすぐに可能でそのままテープを起式機材用に使えたコンパクトカセット、テレタイプの防呪もしているが、そちらについては、 従来型の大型のテレプリンタではなく近代的な小型のプリンタ。北線から日本法律家協会に所管と題する記事を掲載した1958年の RP ニュース。RP ニュースは外国放送局の放送の原文やその要約した内容を伝えている。1958年版では放送されたニュースそのものの審議については何ら責任を負いず。 またここに述べられた意見は RP の意見ではないと中記され日本向け短波ラジオ放送の朝鮮の声の内容が報じられている RP は北京放送や人民日報モスクワ放送などの内容とその解説を掲載している RP ニュースと RP のいずれも国立国会図書館デジタルコレクション対応端末で1956年と1958年発行の 物を読むことができる。活動内容を紹介する公式ウェブサイトは、不存在。ありがとうございます。